今回の問題、高度共通平成26年秋の問3です。グラフに示されている頂点 V1 から V4、V5、V6 の各点への最短所要時間を求め、短い順に並べたものはどれか。ここでグラフ中の数値は各区間の所要時間を表すものとし、最短所要時間が同一の場合には添え字の小さい順に並べるものとする。あ、い、う、え、どれになりそうでしょうか。少し考えてみてください。それでは答えの発表です。正解はいが正解でした。皆さん正解できましたでしょうか。お世話になっております、マサルです。今回は最短経路探索のアルゴリズムをテーマに一緒に勉強していきます。最近は地図アプリや乗り換え案内がかなり使いやすくなって、スムーズに目的地まで案内してくれるようになりましたよね。ありがとう運命。そんな案内アプリなども複雑な変数を組み合わせた最短経路探索のアルゴリズムを元に計算して経路を案内してくれています。今回はそんな最短経路探索のアルゴリズムを一緒に勉強していきます。最短経路探索のアルゴリズムはネットワークのルーティングでよく出てくる話題です。例えばこの PC からこのサーバーまで複数の経路がある場合、通信するときにどちらを選ぶのか判断する場面があります。多くの場合は最短経路を利用して通信するのですが、最短経路の定義は様々あります。例えば経由するルーターの数が少ない方を最短経路と判断する場合もありますし、経由する回線の帯域幅が広い方を最短経路と判断する場合もあります。どの経路を最短経路と判断するのかは、その時の状況によって判断する必要があります。それでは最短経路の簡単な説明が終わったところで、今回の問題を見ていきましょう。今回は V1 から V4、V5、V6 の各点までの最短所要時間を求めて、所要時間を短い順に並べなさいという問題でした。このような最短距離と最短経路を求める問題は、ダイクストラ法を利用すると効率よく求めることができます。ダイクストラ法は、支点と隣接する範囲から順番に確定させていく方法です。支点から終点までのコストが最小になる経路を求めることができます。コストという言葉が出てきましたが、コストは今回の問題では所要時間のことだと思ってください。早速、ダイクストラ法を使って各地点までの所要時間を算出していきましょう。まずは V1 がスタート地点になります。 V1 に隣接している点 V2、V3 までの所要時間であるコストを求めましょう。すると V2 はコストが4、 V3 はコストが1になります。この場合 V3 の方がコストが小さいので、 V3 を経由するのが最短経路になります。次に V3 に隣接する点までのコストを計算します。この時計算するのは累積のコストです。V1 から V3 間の1のコストを含むことを忘れないようにしましょう。すると V3 から V2 までのコストは2、 V3 から V4 までのコストは5、 V3 から V5 のコストは6になります。この中で一番小さいのは V2 のコスト2なので、 V2 が最短経路として算出されます。同じように V2 の隣接している V4、V5 のコストを算出します。 V4 のコストが3、V5 のコストが6になります。 V4 の方が小さいので V4 が最短経路になります。次は V4 に隣接している V5、V6 のコストを算出します。 V6 までのコストはコストが4、 V5 までのコストはコストが5です。比較するとコストが小さいのは V6 ですね。なので V6 が最短経路に選出されます。最後は V6 から V5 までのコストです。コストは6になります。ここまでで V1 から V4、V5、V6 までの各点への最短所要時間が分かりました。所要時間が短い順に並べると V4、V6、V5 となりますね。よって選択肢 E が正解になります。それでは今回の動画のまとめです。今回は最短経路の探索のアルゴリズムをテーマに一緒に勉強しました。その中でダイクストラ法を使って最短経路を算出しました。ネットワークを勉強している人は、
OSPF というルーティングプロトコルの勉強をすると思いますが、 OSPF では今回勉強したダイクストラ法が使われています。さらに令和3年の春ネットワークスペシャリスト試験では、このダイクストラという言葉を記載させる問題が出ていたりもします。応用情報でしっかり勉強しておけば、今後ネットワークスペシャリストや別のコード試験に挑戦するときに今回学んだ内容は役立ちそうですよね。なのでコード試験に今後挑戦していきたいという方は、これを機にしっかり内容も覚えておくことをお勧めします。それでは今回の動画は以上です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。